最初にショートカットバーの変更点から説明するわ。ショートカットバーは L2 ボタンで表示。これはもう知ってるわよね。今回から各ユニットの簡単なステータスを一覧で見られるようになったの。上から順に機体強度の HP、エネルギーの EP、そして同調率の SP よ。さらにバーの中にはルクシオールも加わったから、味方前期の様子が一望に把握できるというわけ。もちろんこの機能はカメラビューでも有効よ。こんな風にユニットの現在の状態を確認しつつ、目的のユニットに素早くカメラを移動させることができるわ。この時、丸ボタンでそのユニットに命令できるのは前回と同じだけど、今回からは四角ボタンによる全体命令もカメラビューから出せるようになったわ。それからカメラビューにはアドバンストモードという新しい操作法も実装されたの。カメラビューの時にバツボタンを押すと、こんな風に全ユニットのステータスが常に表示された状態になるわ。L2 ボタンを押すとカーソルが出現して方向キーで選択。選択後 L2 ボタンを離すとカメラがそのユニットにジャンプするわ。ちょっと形態は違うけど、ショートカットバーがずっと出続けているようなものね。さらに、アドバンスドモードの場合、方向キーの左右で敵の状態も確認できるわ。アドバンスドモードは、普通のショートカットバーよりちょっと複雑だけど、慣れると使いやすいと思うから、一度試してみてね。アドバンストモード中にもう一度バツボタンを押すと元の状態に戻るわ。ちなみにカメラビュー中に三角ボタンを押すと、自動的に視点が切り替わるオートカメラモードになるから覚えておいてね。次に攻撃モードでの新機能について説明するわ。前回まで攻撃モード中は実際の攻撃に入るまで何もできなかったけど、今回からは丸ボタンを押すことで途中から目的地を変えることが可能になったわ。さらに、四角ボタンで全体命令を出すこともできるわよ。飛行中は L1 ボタンか R1 ボタンで紋章機にブーストをかけられるわ。ブーストはボタンを押している間だけ有効よ。ブーストを使うと目的地に早く着けるけど、その分エネルギーの消費が大きくなるから気をつけてね。
攻撃中も R1 ボタンと L1 ボタンで紋章機の回転速度を変えることができるわ。敵艦に対して右回りの場合は R1 ボタンでブースト、L1 ボタンで減速。左回りの場合はその逆よ。相手に撃たれそうな時はこうやって回転速度を調節して回避してね。ユニットとは戦闘区域内に存在する機体のことよ。これが私たちの船、ルクシオール。そして、これらが味方の紋章機。カズヤ君たち、エンジェル隊よ。星のついたユニットは、カズヤ君とその合体相手を表すわ。赤く表示されているのは、すべて敵のユニット。ステージによっては敵にも星のついたユニットがいることがあるわ。その場合はその敵だけを倒せばステージをクリアできるから覚えておいてね。L2 ボタンを押してショートカットバーを表示させると、味方の全ユニットの簡単なステータスが表示されるわ。ここでは各ユニットの現在の状態が3本のバーで表示されているの。一番上が機体の強度を表す HP バー。ダメージを受けると減少し、ゼロになると戦闘不能として戦線から離脱してしまうわ。もしカズヤ君やルクシオールが戦闘不能になると、そこで私たちの負け。HP の残りには常に気を配っていてね。真ん中のバーはエネルギーの残量を示す EP バー。これがゼロになると、そのユニットは完全に停止してしまうわ。パイロットを危険な状態で放置することになるから、十分に注意してね。一番下は、パイロットと紋章機との同調率を表す SP バー。SP は、攻撃に成功したり、逆にダメージを受けたりすることで溜まっていき、満タンになると、必殺技を一回使うことができるの。必殺技の使い方は、戦闘指揮についての説明で教えてあげるわね。カズヤ君はエンジェル隊の隊長として各ユニットに指示を出すことができるわ。指示を出すときはまず指示を出したいユニットを指定するのよ。左スティックで味方のユニットを選択し、丸ボタンで決定するか、もしくは L2 ボタンでショートカットバーを出して選択してね。指示するユニットを選んだら、次はその目的地を指定するのよ。左スティックで目的地まで矢印を伸ばし、丸ボタンで決定するんだけど、この時、敵に向かうよう指示すれば攻撃。味方に向かうように指示すれば、
そのユニットの護衛に回り、何もないところを指定すれば、その位置まで移動。ルクシオールに戻れば、修理とエネルギーの補給が同時にできるわ。また、ファーストエイダーを紋章機の護衛に向かわせると、機体の修理をしてくれるの。でも、この時は修理だけ。エネルギーは回復しないから、気をつけてね。また、ユニットの SP がマックスの状態で攻撃を指示すると、相手に対して通常の攻撃とは違う必殺技を繰り出すわ。必殺技はとても強力だから、ここ一番という時に効果的に使ってね。そうそう、最後にもう一つ。四角ボタンを押すと、すべての紋章機に同時に命令を出すことができるわよ。便利な機能だから、ぜひ活用してね。常に指示を与えていなくても、エンジェル隊はある程度自動的に行動してくれるわ。その自動行動の大まかな指針を、作戦という機能で設定することができるの。作戦の指定をするには、設定したいユニット上で三角ボタンを押してちょうだい。すると、ユニット作戦パネルが表示されるわ。ユニット作戦パネルでは、方向キーを使って個々の項目ごとに設定していくの。サーチは、索敵行動の有無を指定する項目よ。オフにすると、カズヤくんが命令を出すまでは待機するようになり、オンにすると、自動的に敵を探して攻撃に向かってくれるようになるわ。カウンタは、敵から攻撃を受けた時に反撃をするかどうか指定できるの。オンにすると、攻撃をしてきた相手に対して自動的に反撃をするし、オフにすると反撃はしなくなるわ。ハイパーウェポンは SP が溜まった時に必殺技をすぐ撃つかどうかを設定するわ。アクティベートにすると、SP が満タンになった時点ですぐに必殺技を実行するし、スタンバイにしておけば攻撃対象を指示するまで必殺技を実行しなくなるわよ。サプライではエネルギー補給のタイミングを指定できるの。エネルギーの残量がここで定めたパーセント以下になると、そのユニットは自動的にルクシオールへ補給に戻るわ。自動的に帰らせたくない場合は、ここを
0% のままにしておくといいわよ。一方、リペアは修理のタイミングを指定する項目ね。HP の残量がここで定めたパーセント以下になると、そのユニットは自動的にファーストエイダーへ修理の要請を送るわ。すると、ファーストエイダーがそのユニットの修理に向かってくれるの。リペアを 0% に設定しておくと、HP の残量に関わらず修理要請をしなくなるわ。作戦については、基本はこんなところかしら。今、和也くんが見ている画面は、マップビュー。この画面、ユニットの状況を、より詳しく知りたいときは、すると、元のマップ。カメラビュー。一時的。視覚。またこうやって。それからカメラビュー。こんな L2 ボタン選択。ちょっとさらに。アドバンス、慣れるとアドバンスと。ちなみに。自動的。今、和也くんが見ている画面は、マップビュー。この画面だけでも戦闘はできるけど、ユニットの状況をより詳しく知りたいときは、ユニットの上で、R3 ボタンを押して。すると、こんな感じのカメラビューという画面に切り替わるわ。元のマップビューに戻すには、もう一度 R3 ボタンよ。カメラビューの時に、丸ボタンを押すと、一時的にマップビューに戻って、ユニットに指示を出すことができるわ。四角ボタンで全体命令を出せるのも、マップビューの時と同じよ。また、L2 ボタンでショートカットバーが出せるのも同様だから。こうやって、カメラビューからカメラビューへと視点を切り替えることもできるわ。それから、カメラビューには、アドバンストモードという、もう一つの操作法もあるの。カメラビューの時に、×ボタンを押すと、こんな風に、全ユニットのステータスが、
常に表示された状態になるわ。L2 ボタンを押すとカーソルが出現して方向キーで選択。選択後 L2 ボタンを離すとカメラがそのユニットにジャンプするわ。ちょっと形態は違うけど、ショートカットバーがずっと出続けているようなものね。さらに、アドバンスドモードの場合、方向キーの左右で敵の状態も確認できるわ。アドバンスドモードは、普通のショートカットバーよりちょっと複雑だけど、慣れると使いやすいと思うから、一度試してみてね。アドバンスドモード中に、もう一度×ボタンを押すと、元の状態に戻るわ。ちなみに、カメラビュー中に三角ボタンを押すと、自動的に視点が切り替わる、オートカメラモードになるから、覚えておいてね。マップビューの時に L3 ボタンを押すと攻撃モードになるわ。このモードではカズヤくんがその手で直接敵を攻撃していくのよ。丸ボタンを押すと一時的にマップビューに戻るから、そこで攻撃対象を指示すればそこに向かって飛行していくわ。飛行中に L1 ボタンか R1 ボタンを押すと紋章機にブーストがかかるの。ブーストはボタンを押している間だけ有効よ。ブーストを使うと目的地に早く着けるけど、その分エネルギーの消費が大きくなるから気をつけてね。敵に近づくと自動的に画面が切り替わっていよいよ攻撃できるようになるわ。画面の見方だけど、これが機体強度の HP バー、エネルギー残量の EP バー、同調率を表す SP バー、そして上にあるのが敵の HP バー。これを全攻撃は×ボタンで通常攻撃。丸ボタンを長押しして離すことでチャージ攻撃。これらの攻撃を当てていくことで磁気の SP が徐々に溜まっていくわ。
SP が満タンになったら必殺技を決めるチャンス。必殺技は三角ボタンで発動するわ。攻撃は以上3種類を使い分けてね。もちろん敵だって攻撃をしてくるからちゃんと避けることも必要よ。回避の方法だけど、 R1 ボタンと L1 ボタンで紋章機の回転速度を変えることができるの。敵艦に対して右回りの場合は R1 ボタンでブースト、 L1 ボタンで減速、左回りの場合はその逆よ。相手に撃たれそうな時はこうやって回転速度を調節して回避してね。この攻撃画面は敵をやっつけるか L3 ボタンを押すことで解除されるわ。ま、このも丸ボタン、そこで飛行中に L1 ボタンか R1 ボタンを押すと紋章機にブーストがかかるの。ブーストはボタンを押している間だけ有効よ。ブーストを使うと目的地に早く着けるけど、その分エネルギーの消費が大きくなるから気をつけてね。敵に近づくと自動的に画面が切り替わっていよいよ攻撃できるようになるわ。画面の見方だけど、これが機体強度の HP バー、エネルギー残量の EP バー、同調率を表す SP バー、そして上にあるのが敵の HP バー。これをゼロにすれば勝ちになるわ。攻撃は×ボタンで通常攻撃。丸ボタンを長押しして離すことでチャージ攻撃。これらの攻撃を当てていくことで磁気の SP が徐々に溜まっていくわ。SP が満タンになったら必殺技を決めるチャンス。必殺技は三角ボタンで発動するわ。攻撃は以上3種類を使い分けてね。もちろん敵だって攻撃をしてくるからちゃんと避けることも必要よ。回避の方法だけど、 R1 ボタンと L1 ボタンで紋章機の回転速度を変えることができるの。敵艦に対して右回りの場合は R1 ボタンでブースト、 L1 ボタンで減速、左回りの場合はその逆よ。
相手に撃たれそうな時はこうやって回転速度を調節して回避してね。この攻撃画面は敵をやっつけるか L3 ボタンを押すことで解除されるわ。最初にショートカットバーの変更点から説明するわ。ショートカットバーは L2 ボタンで表示。今回から上からエネルギー、そしてさらに味方全、もちろんこんな目的の この時今回それカメラビューこんな L2 ボタン選択後ちょっときさらにアド慣れるとアドバンス。ちなみに自動的次に前回も今回から さらに飛行中は L1 ボタンか R1 ボタンで紋章機にブーストをかけられるわ。ブーストはボタンを押している間だけ有効よ。ブーストを使うと目的地に早く着けるけど、その分エネルギーの消費が大きくなるから気をつけてね。攻撃中も敵艦に左回り相手に撃たれそう。